8月1日滋賀県野洲市の野洲文化ホールで第39回全国高等学校総合文化祭2015滋賀琵琶湖総文銀英研修部門が開催されました。参加する高校生の皆さん、日頃練習を重ねたその成果を惜しみなく精一杯披露してください。日頃の皆さん方の練習、そして発表で培った成果を大いに交流し、そして発見をし、素晴らしい大会になることを記念をいたしております。この大会は都道府県を代表する高校生が芸術・文化を披露する全国高等学校総合文化祭の中の銀英研修部門として開催されているもの。地元滋賀県代表を含む全国25府県の代表が集まりました。緊張してないです。ヨーロパーで頑張っちゃう。各府県の代表チームがこの日のために練習した成果を披露します。開催権としてしっかり自覚持ってやれたのと、自分の今までやってきたことに自信持って全力を出し切れたのでよかったと思います。素晴らしい演技を披露してくれた全国の高校生たち、また来年も感動を届けてくれることでしょう。